鈴木エレナベと申します。先ほど出られたレイズさんが、前ライブやった時に我々の前にやってらっしゃったバンドだって、で今回もまた一緒なんですっていうことを先ほど知りまして、私はうっかりその30秒前に初めましてなんて言ってしまいましてその後にそういう話を聞いてどうしようと思ったら、今日一発目に出た小赤自動車君に教わったんですが、初めましてという言葉はこういう時はこういう場では言ってはいけないと、どうもって言えば大体大丈夫です彼より長生きしてるんですが教わりましたどうも
回の、ベリのテーマがなんかあの、時代、なんだっけが多いな、時代に関係ないあの歌みたいな、ね、うん、そうですね、そういうすごい大雑把な言い方をしてる、はい、そういうことだったので、我々あの選曲をどうしようかなと思って、結構悪戦苦闘してしまいまして選んだんですけど、選んだ後に練習しながら気づいたんですけど、サビがない曲がほとんどだったんですね。うん、あ、確かに ね。サビがない、ほとんど盛り上がるところがない。ただまあちょうどこういう時間なので、お客さんもガーッとね、えんなーみたいなのを俺たちがやってもやらないけど、知らされるかと思ってどこそれはね、あの、はい、個人バイトした時はよくやりますけどね、はい、思いついた曲ね、そうじゃなくてどうなんでしたっけ、あ、そういうサビがないっていう曲がほとんどだったってことに気づいたんですよ。で、ずっとこう黙ってたんですけど、ここで言おうかなと黙ってたんですけど、ね、あの、時代が変わっても、うん、サビない曲、ああ、いただきましたか、あ、よかった、こんなに拍手もらえた、 ありがとうございます、今日のお客さん素敵、本当ですよ、ね、さーってなった時の対処方法だけ考えてました、島倉千代子さんの曲やります。庭のイチジクが実をつけた。カナタチの木に花
説明しますと、前の前の前のあたりに出てた秋田から来たミュージシャン、ウロタケ太郎さん。それは同時に、ウロタケ太郎じゃなくて、ウロタケ太郎です。反対から読んでもウロタケ太郎なんですよ。知ってました、皆さん。あれ、知ってんのか、常識か。まあ、そういうふうにウロウロ歩いた方が探してる人に合うという感じ。なるほどなと思って、そういう実験あったんだと思って、でも冷静に考えてみたら、全員が誰か探してくれるだろうと思って待ってたら、合わないんだよね。そうですって、そういう話なんだね、うんうん、だからなんとかいろんな、例えばね、昨日のライブで今日こうして会って、こう聞いてるお客様がいて、我々の歌があって、それは奇跡だよみたいな話をね、誰かが言ってたんだけど、俺奇跡と偶然って割とすごい近いところにいると思ってて、奇跡を起こそうって言うと大変ですけど、偶然なんかないかなって探すのは割と楽だなっていう、自分の根底が割とズボラなもんですからね。そういう形で、そうすると偶然を起こすにはうろうろ歩き回った方がいろんな偶然がそこにあるということでね、うんうん、そうね、そうだ、そうに違いない。